神奈川県立横須賀高等学校は神奈川県横須賀市区号町三丁目にある県立高等学校ナンバースクールとも呼ばれる神奈川県立第四中学校を源流とする戦前は海軍兵学校陸軍士官学校を目指す生徒が入学する学校として知られていた自主自立と文武領土を掲げる制服も指定されていないが 高校生らしい服装として男子は、爪襟の学生服、女子はブレザーが標準服とされている。最盛期には30を数えた、全日制の学級数は少子化により21まで減少したが、現在でも三浦半島地域に敷地を構える公立校の中では最多となっている。1960年代までは定員に占める男子比率が常に8割を超えていた。 東京都立日比谷高等学校と並び、ノーベル賞受賞者、五輪金メダリスト、内閣総理大臣を揃って輩出した学校である。三浦半島中央部、閉作川流域の平野部に立地する。山が迫る北側を除いて周囲は市街地となっており、住宅が密集している。運動場は北側の山腹にあり、平地にある校舎などとは、高低差がある。最寄り駅は、 横須賀線絹笠駅で徒歩約12分、または京急栗浜線北栗浜駅から徒歩約25分。1908年県下4番目の県立中学校、神奈川県立第4中学校として開校。現在の横須賀市域では、横須賀町豊島町組合立、横須賀高等女学校に次二2番目の男子校としては、初の旧正中等教育学校であった。 初代校長は、吉田松陰の老いである吉田子さん。設立当初は、規律正しく厳格。その後1913年に、神奈川県立横須賀中学校、1948年には、学生改革により現在の名称となる。学年制を採用しており、生徒は3年間同じ学級で過ごす。クラス分けは、入学時に選択する芸術科目に基づいて行われ。 生徒の進度によるクラス編成は行われていない。また、1994年より年度を前期、後期に分ける2期制を採用している。当初は秋休み等は設定されておらず、後期に入る際に節目となる行事が存在しなかったため、生徒は定期試験の日程以外に3学期生徒の際を感じることは少なかった。しかし、2006年度は夏休みを短縮。 文化祭の開催を例年より遅らせ、その直後に体育の日を含む一週間程度の連続休業を設けた。これに伴い、夏休みが明けてすぐに行われていた前期末試験も先送りされている。2002年より SSH 協力校となっているほか、2007年には県教育委員会から学力向上進学重点校に選ばれた。2018年より、 学力向上進学重点講演取り以降に指定された。授業、編集歴史的に1次元あたりの授業時間を長く取っており、現在は55分6次元の時間割となっている。課外活動や学校行事の準備に利用できる時間は制限されるものの、週6日生時代とほぼ同等の授業時間を確保している。なお、 平成30年度から従来の45分7次元から55分7または6次元に変更されている。芸術科目を除けば1年時はすべて2年時も大部分の科目が必修だが3年時にはほとんどが選択科目となっている。選択科目は一定の単位数を満たす。要履修すればよく1年間のみではあるが単位制過程に近い形態となっている。 このため生徒は、各々の進度に合わせて、時間割が組め、科目選択の自由度は非常に高い。ただし、学年制課程であるため卒業には、全登録科目で単位取得が必要である。しかし生徒ごとに履修科目が異なるため、時間割編成の都合上授業を受けない、時間帯ができてしまう。これは、ブランクと呼ばれる自習時間となっており、 生徒によっては1日あたり1次元以上の割合。そのため、2007年度入学者より科目選択の幅を狭め、より多くの授業時間を確保する予定となっている。この場合、3年時の履修科目を大きく3つの系統に分けて選択する形態となる。ただし、それぞれの系統の中にも一部選択科目があり、大幅に減少するものの自由選択部分も残る。 SSH 編集家長兼ではスーパーサイエンスハイスクール制度の実施に際し独自の事業として SSH 指定候補者協力指成果を上げるための存在となる SSH 協力校を置くこととした。これは SSH の趣旨である理数系教育の重点的な強化というよりも最先端の科学技術に触れる機会を設け研究現場から良い刺激を受けることで科学への 興味関心を深めることが主な目的となっている。2002年に県立柏日高校が SSH 指定を受けると横須賀高校は県立座間高校と並んで SSH 協力校となった。現在は研究者を招いての特別講義、研究機関に出向いての講義や実習などが行われている。横須賀高校は2008年度から指定を外されたが、現在も 宇宙航空研究開発機構などと独自に講座を開いている。2016年からは文部科学省から s s h の指定を受け学校設定科目のプリンキピアを設定している。横高アカデミア編集総合研究大学院大学や横浜国立大学との教育事業連携協定を結び広大連携の一環で横高アカデミアというキャリア教育プログラムを 実施している。横須賀高校独自の試みとして、2010年度より開始。理系講座においては、横浜国立大学理工学部、法文系講座においては、慶応義塾大学や立教大学など、首都圏大学の教授を講師として招聘し行われる。第1回の講義は、高畑直行総合研究大学院、大学学長による集団遺伝学であった。 本講座は大学受験の先を見据えた地の探求を目的としている。入学試験、編集2004年度入試までは横須賀三浦学区に所属していたが、現在公立高校の学区は撤廃されている。また2007年度入試より一部の科目において独自作成問題が使用されたが、入学者選抜制度の改定により2012年度入試をもって終了した。しかしながら、 2016年度の入試から記述型の特色検査が実施されている。クラス替えを行わないこともあって、クラスごとの団結が強く、行事についてもクラス対抗形式のものが多い。行事数的には他の県立高校よりはるかに多い。学園祭、編集1982年以降、例年9月下旬に体育祭、文化祭がそれぞれ各年で開催されている。 準備期間を長く取るため、両者の同年開催は1979年を最後に行われていない。2002年以前は、体育祭原則的に各学年をクラスごとに色分けし、競技、応援、デコレーションの各分野と総合特典が競われる。近年は発色での開催が続いているが、団体競技を行うには、 数が多いため2色を合わせた連合軍を4つ編成しており、各軍団ごとに戦う競技も多く見られる。デコレーションは木製の枠にベニヤ板を貼り付けたパネルを縦3枚横4枚の計12枚並べたもので、各軍が考案した図案が描かれ、数ヶ月かけて制作される。なお、陸上記録会があるためか、競技のうち陸上競技の比率は低い。近年は、 競技数が減少してきており、俗にダンス発表会などと呼ばれることもある。文化祭連休を利用し2日間にわたって開催され、一般にも公開されている。食品販売等の模擬店が少なく、演劇や映画といった企画が中心となっていることが特徴といえる。2年に一度の文化活動の発表の場でもあり、文化部による展示や発表も行われる。また伝統的に定時制の生徒が、 模擬店を出店しており、全日制生徒との一般行事、編集校内大会2日間にわたり、全校のクラス対抗で行われる団体競技大会。生徒からは、球技大会と呼ばれることもある。年3回長期休業前に開催されていたが、生徒からの反対も根強い中、授業時間確保のため2006年度より12月の大会は廃止となった。近年は、 男女別に、サッカーバレーボール、卓球のトーナメント戦と、男女混成のオーナー飛びの、計4種目が行われており、各種目の成績を点数に換算し総合点が、競われる。陸上記録会例年6月に、近隣の不入と競技場のトラックを借り、全校生徒参加のもと行われる。基本的には、個人競技で、距離層、投敵、跳躍の各競技が、 それぞれ数種目あるほか、クラス対抗のリレーがあり、学年ごとにクラス別の総合得点も競われる。修学旅行2年次に行われていた。近年は6月に3泊4日の日程で、北海道を訪ねるのが通例となっていたが、2007年度は行き先がオーストラリアに決定した。また2008年度はシンガポールとマレーシアに決定した。また2009年度は、 予算の都合から北海道に決定した。合唱祭2008年度までは横須賀市文化会館にて開催されていたが2009年度からは校内の体育館にて開催されている。部活動は盛んで、県部を含めると加入率は90%を超える。現在は運動部と文化部がそれぞれ20部ほどあるものの部員減少により配布される部活も出てきている。陸上部は 県大会総合優勝18回を誇り、2004年にはラグビー部が全国高校選抜大会に出場した。文化部では科学部がアマチュア無線を利用した流星電波観測を行っており、2005年から2年連続して神奈川県理科部研究発表大会で最優秀賞を受賞した。また放送部はノンリニア編集で知られ、 受験生向けの学校説明会では、動物制作の学校紹介ビデオが上映されている。主な戦績、編集一覧、編集運動部文化部4年生がベースであるが3年でも卒業可能である。定通編集システムにて3年で約半分の生徒が卒業してゆく。を使用して給食も提供される。部活動は文化部、運動部ともに少人数であるが活発に。 活動している。特に、バトミントン部、天文部、音楽部、書道部の活動が顕著である。鉄筋コンクリート製の校舎が4棟並んでいる。すべての校舎が築30年以上経過しており、老朽化が激しい。耐震性能も不十分とされたが、神奈川県の財政状況が厳しく建て替えのめどは立っていない。運動場移転で敷地に余裕ができたためすべて、 東西方向に並行して建てられ、ほとんどの部屋が南向きとなっている。各校舎は2階に設けられた渡り廊下で連絡している。A 棟から3階建て、延べ約818坪、西側448坪、1959年地区、東側370坪、1960年地区正面玄関が設置されており、職員室、事務室、 保健室は放送室、録音室等の特別教室と3年生の教室がある。B 棟から3階建て、延べ約884坪、1961年地区、昇降口があり、校舎内の大部分は1.2年生の教室となっている。C 棟から2階建て、延べ約537坪、1962年地区理科系の各種実験室と文化部の部室がいくつか、 設けられているほか、定時制の商工口や、体育館への連絡通路がある。D 棟5階建て、延べ約904坪、1976年地区図書館や、学生食堂のほか、音楽室、書道室、視聴覚室等の特別教室が集まっている。校舎の中では最も新しいものの、他の校舎と比較しても、耐震強度に不安があったため、2006年に改修。 耐震補強工事が行われた。気温館2階建て、延べ約308坪、1994年地区1階に、ホールやシャワールーム、1階2階合わせて6つの和室があり、講演館や運動部の合宿、クイズ研究部、英語同好会などの活動に利用されている。ディームネ改修工事中には吹奏楽部なども利用した。体育館3階建て、延べ約1007坪、 1989年地区かつて第二体育館と生徒会館があった場所に建てられた。1階には武道場とウェイトルームがある他中央部がピロティー状の空間となっており、本来の体育館としての機能を持つのは2階となっている。その他運動部の部室が付随する。また3階には放送室と第二体育館がある。校舎の北側に位置する気温が 岡急道場から1階建て、延べ約16坪、1988年地区運動場へと向かう坂の途中に設置されている。運動場から1957年完成南側に一周250メートルのトラックと100メートルの直線コース、北側に球技場、そしてその奥に公式テニスコートを備える。かつては正門を入ったところに運動場があったが、 生徒数の増加で手狭になり移転したものである。周囲の平地はすでに住宅が密集していて拡張が不可能だったため、陸上自衛隊施設部隊の協力を得て、裏山の中原を削り設置された。なお、近隣地域の災害時広域避難地となっているが、プールマイナス約375平方メートル、1954年地区、長さ25メートルの淡水路を7コース備える。 当時県立校で最も古いとされた校舎の防火用として建設され、給水には急に本軍の水道が用いられた。日本水泳連盟公認プールとしては、市内初、県下でも3番目のものとなっている。しかし、女子は付属の公衣室を利用できない、プールサイドに大きな段差があるなど不便な面がある。中には A 棟と B 棟の間にあり、 池を設けその周りに草木を配した日本庭園風の作りとなっている。同窓会の名称は全日制が法友会、定時制、救命特注では名遊会となっている。前身である横須賀中学校の卒業生を含め法友会は現在2万人を超える会員を要する。五十音順。ありがとうございます。